乗せして払い戻しいたします。どうぞ夏の2歳戦は単勝を購入してお楽しみください。まもなく中京5レースの発走です。メイクデビュー中京2歳新馬芝1600メートル、マックス・セレナーデやる1番人気が1番エブリン 2.5 倍、見とるよ。ブちゃんマックスセレナーデ強いからな。よう見とき。マックスセレナーデやから。マックスセレナーデが強いんです。マックスセレナーデが強いんです。8頭によるデビュー戦です。晴れの芝コース量、ダートコース量、中京競馬場。夏本番を迎えた中京から来年のクラシックを目指して8頭が競技を迎えます。こんなとこで枠入りは2番のマックスセレナーデ、2度3度しりっぱねをして、今松山騎士が促してゲートに入りました。8番タイケール企業、新下馬エキサリスの3区です。8番とタイケール企業が向かいます。ここがすんなり入りました。8頭スタートしました。5番のルーカスコーリが最後方から好スタートは2番のマックステレナーで2コーナーを目指していきます。いいやマックステレナーで、3番のルクソロは3番手外から行きやすいで、6番のブルーサ前は3頭です。そこから2馬身離れて4番手のインコースに1番のエヴァンスイート、いい、ね、外8番のタイケールキーと並んでマックスレッジに入ります。どうかねマックスレッジ後ろから2頭を抜いて5番のルーカスコーリが後方から3頭目にありました。1番エヴァンスイート、後方から2頭目、最高峰のムチが入っています。7番のランゲル6馬身ぐらい遅れています。先頭からおしまいまでは15馬身ぐらいの圏内、マックスレッジから3コーナーを目指していきます。今 1000m 切りました。最初の600は36秒から37秒、2番のマックス・セレナーデのペース、外6番のブルーさん体半分差での追走、3コーナーのカーブに入りました。1馬身半差、3番のルクスノア3番手800切りました。外を通って1馬身差、1番のエヴァンスイート、前からは5馬身ぐらいの位置、4番手です。その直後に5番のルーカスコーリーが上がってきました。3、4コーナーの中間、あとは8番タイケールキーを、その内から4番のトロ1、2か600切りました。遅れていた7番のランゲルも前との差を詰めて、からやな、先頭からおしまいまでの差が10馬身を切ってきました。4コーナーのカーブに入ります。かなり外を通って6番のブルーさん、4コーナーから直線、そのブルーさんがちょっと外に触れる感じで、大丈夫あれ、外になった1番のエヴァンスイート、ママの真ん中からは5番のルーカスと、おい真ん中からマックスなら全然ダメやん、外大きく大きく、大丈夫かいな。3番のルクスノアがもう一人伸びすんのか、マックスなダメやん、3番手の5番のルーカスコールと切られてるやん。先頭は3番のルクスノア、3馬身のリード、3番ルクスノアデビュー勝ち、ゴール2番手、2番のマックスセレナーデ、マックスセレナーデ2着やん。あとは5番のルーカスコーリが4、大魔神の馬はダメやった、分勝ちタイムは1分37秒0、直線が大きく大きく横に広がる中で3番のルクスノアと長島ワナ騎手デビュー勝ち、すごいやん長島ワナ、フェーブル3区のルクスノアがデビュー勝ちを収めました。2番手は2番のマックスセレナーデ、